インチョン国際空港です。ボーカル科の丸山拓磨くん、はい、音楽ビジネス科の阿部英介くん、はい、じゃあ、はい、どうですか今心境は。心境新鮮です。全部広いです。とにかく広いね。そうですね。新潟空港してないやっぱでもいろんな国の人います。見てると日本人はでも日本人って分かります。見た感じ。これから何を。飛行機もうちょっとでまだ1時間ぐらいありますけど乗るんで水買ってきます。お、はい、了解しました。じゃあぜひぜひあの現地の方というか、はい、あのコミュニケーションね、取ってください。はい、ありがとうございます。